おばあちゃん、おめでとうございます。ありがとうございます。本当に。あ、こんにちは。こんにちは。いつもありがとうございます。今日はいい天気だね。そうだね。本当に。おばあちゃん、お腹空いてる？今ね、買ってくれたヨーグルトにお菓子入れて食べとった。あ、そうなの、うん、あのヨーグルトは高いよね。あ、食べてくれたの？おいしい。おいしい、うん、よかった。ドロッとしてさ、うんうん、いつものヨーグルトなら、うん、ここだけど、あ、すごい濃い。あ、おいしかったんだ。今日あの、うん、あれチート入れて食べたわ。あ、よかった。美味しかった。ご飯買ってきたけど一緒に食べてくれる？うん、呼ばれる。じゃあちょっと並べるね。並べるね、テーブルに。うん、うん、はい、いつもすいません、ありがとう、はい。あのジャーマンアイルスがいろいろあっただけど黄色が元気だけだ。うん、紫とピンクと白と黄色と、いつ色あったけど、うん、今白だけ元気なの。うん、そうなんだ。祖母と孫タンネル。じゃあ美人になるようにやって。これ以上になったら困るね。そうだね、うん、みんなひっくり返っちゃうね。本当だ。あんたは本当に美人だ、うん、本当にそう思ってる？なんで嘘に思って言やへんよ。本当だもん。おばあさんはブスだもん。そんなことないよ。おばあさんの方がさ、みんなに可愛いって言われてるよ。何言っとるの。あ、そうだそうだ、こないだ来てくれた時、病院の日で、ほいでここで見せてくれたじゃん、うんうん、そしたらね、姉ちゃんからね、うん、電話だって、見た人数って。あー、気持ちよかった。あら、あんたの手が。今日来た理由はお祝い。誰の？今日はこれが届いたので、おばあちゃんに見せに来ました。何なのこれ、重たい。ご飯食べない。まあ、これはね、アメリカから届きました。とんでもない。一緒に見てみる、うん、そんなとこから来る。なんだろうか、なんだろうか。なんか下げたら重たかった。そうでしょう。なんだと。こりゃ軽いもんじゃない。さ、ちょっと下げたら何が入ってると思う？わけわからん。ケセラセラ。送る人だけでもえらいこった。何？じゃん。お手紙も入ってて。じゃあ出すね。見てください。まあ、祖母と孫チャンネル10万人になりましたって。こんな高価なもん、うん、もらっちゃって。じゃあこれをここにちょっと文字があるから読むね。チャンネル登録者目標達成おめでとうございます。ここに慎んであなたの業績を称え、その経験を特別なものとしたいと思います。このアワードは下記のスタッフにより検査され、最新の注意をもって梱包されました。リック。リックさんがこれをね、発送してくれたんだって。初めてのチャンネル登録者を覚えていますか？100人目のチャンネル登録者は、1000人目のチャンネル登録者はどうでしょうか？おそらく覚えているでしょう。そして10万人目のチャンネル登録者も記憶に残るに違いありません。ファンがあなたのチャンネルを知ったきっかけは、 YouTube の検索、友達の口コミ、あるいはおすすめの動画として表示されたあなたの動画かもしれません。きっかけは何であれ、ファンは定着し、その数も増えました。
それはあなたのメッセージには他のクリエイターにはない魅力があるからであり、またあなたが築いたコミュニティの発展をファンが喜ばしく感じているからです。あなたのコミュニティの成長は大変喜ばしいことです。チャンネル登録者数10万人達成という見事な功績を称え、シルバークリエイターアワードを贈呈いたします。おめでとうございます。コミュニティで共有したいストーリーがまだまだたくさんあることでしょう。ファンの皆様もあなたが熱意と創造性をさらに発揮して楽しみと驚きを与えてくれることを期待しているはずです。だからこそコンテンツを作り続けましょう。コミュニティを発展させ続けましょう。さらなる活躍を心待ちにするとともに、引き続き活動をサポートしてまいります。もしかしたらチャンネル登録者数が100万人に到達した時には10万人目のチャンネル登録者を覚えていますかとお尋ねするかもしれません。今後ともよろしくお願いします。スーザン・ウォジスキ YouTube CEO ということで、 YouTube の銀の盾って言ってね、10万人記念でこれをね送ってもらいました。そんな10万人もいる。そう、10万人になりました。これが届いたからそのお祝いとして今日は来ました。ご丁寧にありがとうございました。まあどうしましょう、かわいいね正直びっくり仰天です。トンネル登録お願いします。姉ちゃんのおかげで10万人だって。あんたの大きいめっくり玉で見て、いつもありがとうございます、見守ってくれて。まあまあ、祖母と孫タンネル。おばあちゃんこれさ、はい、マグロとエビ買ってきたから冷蔵庫入れとくから、また食べて。置いてくる、うん、いいよ置いてくる、冷蔵庫入れとくね。入れといてくれる、すまんね。じゃーん、またピンクのケーキです。わあ、ここ10万人ありがとうございますって書いてもらいました。でろうそくもねつけてもらったから、後でまた誘う、うん、これケーキもね後で食べようね。すごいす、まあ大好きな色、最高、うん、こないださピザ屋さんがさ動画見てくれてるっていう話したじゃん、覚えてる？ピザ屋さん、あ、いつだったか言ってくれた。そう、ピザ屋さんが今度おばあちゃんにピザ食べさせてあげてって言ってくれて、そのピザ屋さんで今ピザ買ってきたから、おばあちゃんピザあんまり食べたことないでしょうね。その肉が入っとるもん食べんだけ、うん、お肉ないの買ってきたから、うん、まあね、ずっと食べてみたいって言ってたからさ、ああ、いつだったかね、そうそう、うん、買ってきたからちょっとピザ見てくれる？うんうんうん、よいしょ、じゃん、まあエビとか入ってて、こっちはね野菜がいっぱい入ってる。栄養満点。これはトマトとチーズ。あら、あんたこんなに買ってくれや、破産しちゃおうかね本当に、うん、そうだね、破産しちゃうね、財政苦しくなっちまうねまあ夢に見たピザ。今日はメロンのジュースも買ってきました。まあ今日はスペシャルな日だからこれね、今日3人いるから、あ、3個買ってきたから、ここをね、みんな好きなものばっか。はい、10万人突破、サンキュー、皆さんのおかげです。どうもありがとうございました。じゃあちょっとケーキだけしまうね。はいはい、おばあちゃんさ、今日玉ねぎのサラダいっぱい作ってきたから、これちょっと呼ばれる、うん、お皿入れてくるね、うんうん。おばあちゃんさ、はい、これメロンのジュース先味見してみる？うん、何でも好きで呼ばれる人だね。うん、じゃあさ、全部飲んじゃダメだよ、ご飯食べれなくなるから少しだけ飲んでみて、どうぞ。大きい器、大きいよ、いただきます。どうぞ。
どう出てくる？嫌だって。嫌だって言う？大丈夫かな。スプーン持ってこようか。あ、出てきた。そんな私に持たしてくれや、チューチューで済んじまう。じゃあ一回隠しとく。隠しとくすぐ飲んじゃうから。うん、すぐ飲んじゃう、うん、あー今日はすごい豪華版。じゃあちょっとサラダとお皿の準備するから、うん、はい、ここで待ってて。いお茶も飲む。あ、これがあるでさ、とりあえずいい、うん、またあとお茶呼ばれる。大きい器です、これは。これはこれおばあちゃんの玉ねぎ。あ、まあ綺麗。よいしょ。あ、ありがとう。乾杯。はい、乾杯。いつまでも元気で暮らせますようにね。ありがとうございます。こうやってで持って食べやいいのかい。あ、そうだね、手の方がいいと思うよ、うん、手で持って食べる、うん、手で食べる。じゃあいただきます。はい、どうぞ。おいしい。おいしい。初めて食べたね、ピザ屋さんのピザ。お父さんがたまに焼いてくれるけどね。ね、お父さんのもおいしいけど、ピザ屋さんのもおいしいでしょ。おいしい。もちもちしてる。おいしいです、ありがとう。これがアスパラかな。本当に美味しい。生まれて初めて正直食べました。本当、うん、ああいろんな味が混じって美味しい。もう一個食べてみる。何がいいかな。こっちトマトとチーズ。あら、じゃあそっちをもらおう、うん、大きいかな。半分に切る。うんうん、食べる食べる、うん、無理しないでね。呼ばれる、うん。この人日本人だけどね、うん、こういうハイカラのもの食べたことない。あ、またこっちとか割っとって美味しい。今日は栄養満点。サラダどうですか。おいしい。うん、よかった。姉ちゃんがあれだわ、喜んでみる。うん、 YouTube 見てくれてるもんね。嬉しいね。仕事からあの息子が帰ってくると何呼び出しらんよ。早く早くってどうしたって言うと、あんたの好きな番組だにんじゅって、ほいで見とるだけな。
これいつもと味が違って美味しい。あ、ほんと。それメロン、いろいろ変わったもの飲ましてくれてありがとう。うん、おじゃ、エビだかなんだかを呼ばれようか。うん、あ、これ2つ呼ばれたけど、うん、生地が違うだね。あ、そう、多分一緒だよ。あの、柔らかい。うん、おいしい。どれが良かった？3つ。柔らかいのが良かった。これ、あの、うん、柔らかい。柔らかいのがいい、うん、こっちの方が、あれで、うん、みんなそれぞれの、あれがあるだね。うん、そうなんだ。ごちそうさま。変わった味で美味しかった。あ、よかった。よく食べました。ありがとう。お腹がびっくりしとる。あ、そう。こんなもの吐いたことないもん。ね、本当だね。うん、お父さんにもあげようと思って、うん、多めに買ったけど、おばあちゃんまだ食べる？おばあちゃん残っとや、明日また呼ばれる。あ、そう、じゃあ少し置いとくね。ほいでもいい、うん、正直生まれて初めて笑われちゃうけど嬉しいね、うん、それこそ嬉しいね。お父さんと食事だもんで、うん、こんなハイカラのもんなんか買うやい買い方も知らんだ。あー、美味しかった。いつもありがとう。珍しいもん食べさせてくれて。ごちそうさまだ。それこそ世は満足じゃ。すごいね、食べたね。はい、はい、ありがとう、食べてくれて。何もかも呼ばれました。はい、トンネル登録お願いします。これ見たことある？あれ、匂い嗅いとっちゃかんね。これね、赤福の白餅と黒餅っていう、白と黒が入ってるの。今じゃそんなもんがある？ほんと、うん、今までは一色だけだもん、うんうん、見てみる？食べなくていいから見てみる、一回見るだけ見る。お餅は大好き。そんな今じゃ赤と白がや。あ、ほいだで包装もあれ、あの、いつもと違うだね、うん、この上の紙がパンパカパン、パンパカパン。あら、ほんと色ぞりよく並べてある、うん、へー、初めて見た。すごいね、白と黒でね。ほんと、いつもこっちばっかだもんで。それもね、違うんだよ。黒糖でね、黒なの。それいつも赤服だから赤だけど、うん、赤い。これ黒なの。うん、黒っぽい。そういうに赤福さんも観光するだね。ね、珍しいね、こんなあれがある。うん、ね、すごいね。初めて見ました。そういやあんこが黒っぽいあれだ。いろいろありがとう。
おばあちゃん今日さ、お抹茶持ってきたけど、お抹茶立てる時にさ一緒に食べてもいいし、お腹いっぱいだったらやめとくけど。そりゃ、ま、抹茶なら、うん、あんものがあれだ、うん、ね。でもケーキもあるでしょう今日。私いっぱい持ってきちゃってさ、間違えて。まあひどいよね。間違えてくれてありがとうね。ごめんね、好きなものばっかり持ってきちゃった。正直、好きなものばっかり間違えてまた持ってきて。ね、甘いものばっかり食べさせるとさ、良くないなと思いながらさ、うん、あの甘いもん大好きです。うん、ね、じゃあ容器出そうか。今日は畑行きやへんで、うん、じゃあこれ一回蓋しとくね。そんな珍しいもん見せてくれてありがとうね。え、ね、変わったあれだ。食べたいんだよね。見たら食べたいよね。うん、ごめんね見せちゃって。うん、よう間違えて買ってくれてありがとう。すぐ間違えて買ってきちゃうの、うん、私、うん、ひどいね本当にね。喜ぶだけ。本当？うん、喜ぶだけ。おいいし、いろいろ三種三様で美味しかった、うん、ね。美味しかったね。美味しく呼ばれました。近所の人がちょこちょこ覗いてくれるで、うん、ありがたいあれだね。ありがたいね。草がよう増える。こないだきれいに取っただけど、また いっぱいやれるだけやるじゃん。ジュースね、本当だね。これだいぶするね。お金のこと言ってはいかんけど。250円。ああ、250円か。それじゃ買えんのか。うん、どうだろう、おばあちゃんに任せるわ。まあ。いつだったかな、盆か正月かな、お父さんが、いやいや、たまにゃな、ピザちゅうのをな、買って食べようか、言って、いっぱい肉が入っとるぞ、言って、わしゃ見学しとった。そうだよね。一回買うわ、買った。買ったけど、私の食べるもんなかったです。そうか。よかったね、今日食べれてね。うん、今日はいっぱい食べた。うん、お腹いっぱいだ。ねえ、よかった。ほんと、正直、ありがとうございました。また、あの、絨毯洗ってくれるかも？よかった。ああ、おいしい。外国からそんな送ってくるって、運賃っていうか、あれがだいぶかかるね。羊羹を一本送ってくれて、あの、やれ郵便局だもんで530円。たくさんもらったでね、一本送ったでね、言って見たら530円。あれならだいぶせるに。国が違うで。遠慮が実っとるかな。またいつでかさつまいものない買って。おいしいジュース。おいしいね。自分じゃ買いません。おいしいもんはよく入る。無理しないでね、うん、本当に。おいしかった。私が間違えて買ってきただけだから、うん、無理しないで。間違えて持ってきてくれて感謝感激だ。じゃあ抹茶飲むのね。入れるよ、うん、そしたら抹茶。じゃ乾杯で呼ばれようか。うん、じゃあ入れるね、抹茶ね。せーの、祖母と孫チャンネル。珍しいね。あ、手つきが上手だった。久しぶりだからやり方忘れちゃった。若い時はようやっただけど。じゃあおばあちゃん、さっきの赤服少しだけ切ったから、もし食べれそうだったらまだこっちにあるから、うんうん、ありがとうね、一旦食べてみよう。
じゃあ呼ばれますか。はい、呼ばれましょう、はい、いただきます。いただきます。あー久しぶり、おいしい。おいしい、ちょっと薄い？大丈夫？大丈夫。適当にわけわからずやっちゃった。いや、夏に暑い時に お昼の休憩で、今日抹茶飲もうかや言って、ほいじゃ準備するわね言って、久しぶりで美味しいです。最近なかなかね入れれなかったけど、ちょうどあの温度もいい加減。なるほど。すーさんでした。あ、すごいね。結構なお手前です。ありがとうございました。はい、ありがとう、飲んでくれて。はあ、美味しかった。はい、じゃあこっちも呼ばれようかな。うん、このまあ白いの、この久保さんどんな味かな。あ、赤くとやっぱり味がやりだ、味が濃いちゅうのかや。美味しかった。普通の赤くとは味が違う。本当、味が濃いちゅうのか、美味しかった。あの白もこんなこと見るの初めてだ。包装紙も変わっとるもん、うん、あのあれ内向か下向かな、あのこの赤服のとこで夏の時かき氷やっとって、赤服が下に入っとった。美味しかったです、ありがとう。こんな茶碗メーカー品じゃないだけどね。いろいろ珍しいもん頂戴してありがとうございました。ボギー気の強いおばあさん、うん、それは知ってる。おばちゃん、お花見に行ってみようか。ん、お花見に行ってみる。あ、歩くのは平気。まさかモンペで行けんもんね。いいよ、モンペで帰ってきます。連れてってくれや。行く？おばあちゃんの体力が心配、あんなにようけ食べて。ズボンだけ買えるね。いいですか。はい、トンネル登録お願いします。どうぞ。はい。あ、わざわざ持ってしてくれたの。うん。あ、お花さんもどうですか。ちょっと風があるけどね。でも寒くないね。うん、寒くはない。やっぱし時期は時期。暖かいからね、寒くはないね。気持ちがいい。気持ちいいね。こんなところに染めるのが夢にも思わん。風が当たってくるぜ。とても気持ちがいい。Thank you.
コメント高評価お願いします。おばあちゃんおめでとうございます。ありがとうございます。本当に、うん、こんな畑で草取るよりか仕方がない人間を導いてくれてありがとうございます、うん、いいね。これからも体に気をつけて頑張ります。ありがとうございます。じゃあおばあちゃん封してください。キスの、うん、まだ肺活量はあるわな、うん、10万人皆さんのおかげでここまで来れました。ありがとうございました。ワンツースリー。おー、ありがとう。すごいね、一回で消えたね。素晴らしい。夢のまた夢。お父さんいきつや、びっくりここね。おばちゃん、じゃあこれを記念して言ってほしい言葉がある。何を言ってくれる？うん、祖母と孫チャンネル。二人三脚です。祖母と孫チャンネル。祖母と孫チャンネル。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。コメントお待ちしてます。コメントお待ちしてます。どうぞよろしくお願いいたします。いつもグッドマークありがとうございます。いつもヒットマークありがとうございます。グッドマーク、グッド、ヒット、グッド、グー、フットか、グー、グー、グー、グッドマークありがとうございます。デコボココンビで頑張ります。はい、ありがとう。こんなこと聞きゃお父さん あっちのよどうなっとるかな。何かにつけて見守ってくれて幸せです。はい、ケーキ入刀。はい、ちょっと小さめに切ったからね。ありがとう、おいしそう。はい、ありがとう、ありがとう。10万人突破、あ、おめでとう。はい、おめでとう。ありがとうございます、姉ちゃん。やっぱし美味しい。あ、そう。こんな数字夢みたいだね。夢みたいだね。そうだね。本当に、うん、最初の1万人だ3万人だっていうのがあれで、こんなに数字が集まるとは本当。美味しい。私ケーキ自体よりかこの上に乗っかるものが大好き。うん、そうだよね。食べる。はい、じゃあ食べろ。はい、考え。このねケーキ屋さんもおばあちゃんの動画見てくれてるって。まあまあ実物見やびっくりしてるに。
のピンクのケーキ前食べた時はもんちゃんと一緒に食べた。あ、同じお店屋さん、うんうん、ここであの写真の、そうそう、あの時はさ5万人って書いてたでしょ、うん、今回10万人でね、すごいね、おばあちゃん数ヶ月で5から10になってる。ああ、美味しかった。好きなものばっかり呼ばれて、ケーキは大好きで、このクリームが大好き。ほんと美味しかった。いつも一人で静かにコソコソっと食べるだけだもん。そっか、今日は盆と正月で一緒に来た。ね、本当ケーキ、あのコーヒー美味しかった。よかったね。常は食べませんけど、うん、今日は本当によう入った。本当美味しかったです。ごちそうさんです。トンネル登録お願いします。じゃあね、はい、食べたいようなて本当、うん、気持ちいい。じゃあまた来るね、はい、バイバイ。ありがとうね。ありがとう。なんで泣いてるの？お別れ。お別れ、うん、本日のお別れ。嬉し涙。嬉し涙。